はい、足の動きも大切です。はい、掴んでください。後ろに下がって、利き足の足が後ろに下がって、でそこで前に、鉄棒より前に出てきて蹴り上げるって言って回るということになります。足を蹴り上げる位置なんですが、自分の顔に向かって蹴るイメージを持ってください。例えばこういうグッズがあれば、こういうのを実際にこう蹴ってもらってやってみるのもいいです。じゃあこれを実際に蹴ってやってみるっていう感じでやってください。では足の蹴り上げる位置なんですけれども、自分の顔に向かって蹴らないと逆上がりが回れませんので、前の方にこう反ってしまったり、こちら側に蹴ってしまうと回れませんので注意してください。はい、はい、足の揃え方についてですけれども、お腹が鉄棒に当たった時に足を揃えるようにしましょう。はい、ゆっくりお願いします。お腹についたら足を揃えて回ります。で、降りる時はまっすぐ降りてしまうと、ここに顎、鉄棒に顎がぶつかってしまいますので、離れるように降りましょう。逆上がりの大事なポイントは、腕の力とお腹の力とこの足の蹴り上げる力です。鉄棒は一回こう世界がぐるんと回るのが非常に楽しいかと思いますので、ぜひそのぐるんと世界が回る感じを体験してみてください。